こんばんは、ナナヨンです。今日ですね、さっきインターネット使い放題っていう動画を上げた夜なんですけども、我々家族東に向かってます。神戸の北の方ですね、走ってますけども、こっから何時間運転するのかな。今8時で到着時刻が今のナビの時間やと2時半。そう、東京に行きます。2年3年ぶりの東京ディズニーリゾートですね。毎年行ってたんやけども、コロナで行けんくって、やっとチケット取れました。やっとってそんな頑張ってないけど、頑張ってないね。で8時に開こうと開くのを考えたら6時刻が並んで、で遊んで10時に終わって、そこから帰ってくる人なんか遅刻やったけども、そう思ったら今めっちゃ楽で、人も少ないんで気がめっちゃ楽です。で今日は泊まるのは東京ディズニーランドパーキングトレーラーホテルに泊まります。いいよね、トイレも近いし。そうそうそう、まあ、トレーナーの人は知ってると思うんですけど、エントランス近く止めれるんで、一般の人よりも。しかもね、普通車料金止めれると。大型料金取られないと、謎のシステムで。トレーナーフル活用して、行ってきます。はい、トヨタジャンクションです。もう、このトヨタ東インターは、トヨタ自動車のために作られたと言っても過言ではない。22の時にトヨタ自動車入って、2年10ヶ月かな働いたのは。で、名古屋市の天白湖に住んでて、その後三好町、今でいう三好市かな、の黒笹に住んでました。で隣にもロフシー工事の家がありました。はい、自宅から、4時間39分約300キロノンストップで走り続けてきました。もうすぐ12時なんで、ちょっと休憩がてら給油と、あと12時になったらほぼの使い放題をオンにしたいと思います。いってらっしゃい。広いな。遠州森町っていうんかな、サービスエリア、あ、パーキングエリアかな。トラックいっぱいですね、この時間。すごいすごい。寒い？いいか。行こう行こう、車に行こうか。ガソリン、抵抗感持ってるんで給油していきます。では0時回ったんで、Wi-Fi をオンにしていきます。今はまだ高速インターネット繋いでないんで、この遅さめちゃくちゃ遅い。ヤフーが開かない。で、ポボを使い放題を契約します。データ使い放題24時間ね。そしたらデータ使い放題が完了しました。で、もう一回ヤフーを開くとめちゃ早いですね、やっぱりめちゃくちゃ早い。これで明日の、23時59分までは使い放題です。目覚めた？え？目覚めた？朝寝る。あとディズニーシー241キロやで。そんなにやんか。こーちゃん出た。どれ？くっちゃん。
よいしょ。さあ行きましょうか。約35分ぐらい休憩したね。もうほぼ契約したから74トーイング50見ないでください。はい、東京料金所通過です。2時47分1万80円です。はい、首都高になります。おー、細いで、20リッター給油したんですけどもエンプティーつきました。まあいつもギリギリなんでこのまま向かいます。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は8時間4分です。運転お疲れ様でした。鉄路変化の少ない安全コンシルワークでした。まだ開いてないですね今ね。ぐーちゃうるさいよ。今3時24分着きました。東京ディズニーシー、何時間かかったかな。ちょうど7時間やな。ちょうど7時間で560キロくらいで、この車ガソリンが64リッター、はい、よくなんですけど64リッターで途中20リッター入れてもっから決です。いつもこんな感じで引っ張ってなかったら64リッターでちょうどやんな。引っ張ったら84リッターでちょうどやんな。わかりやすい。前に15台くらいかないますね。で、子供たちはもう後ろで寝かそうと思って準備してます。よいしょ。ヒーターもオンにしました。まだあったくないね。おはようございます。おはようございます。はい、ちょっと駐車券が詰まってしまって2枚になっちゃってるんですけど、こっち印字されてないので、はい、こちらだけお返しします、ね。はい、3000円。はい、はい、じゃあこれちょっと目印だけつけさせてください。はい、ほら正面の追い込みは左に行ってください。はい、行きます。この向こうがエントランスみたいですね、さっき言ったように。で、まあ、その白い建物がトイレらしいです。寒いね。ポポ、おはよう。どう？ディズニーシーは楽しみしてたのに中身地球言っちゃったから全然楽しみがぐちゃぐちゃになっちゃった。地球ある？あれ地球れ回ってるんじゃん。回ってるんかな。回って止まってるで、うん、あそこから下水出てる。うん、だよな。だから見に行こうか。バチャバチャ言って、うん、もう来た。
もう来た。もう来た。でも朝ごはん早いって言われる。早く行きたい。ラーメンまだ開いてないよ。10時からやで。逆に。まだ6時やで今。待ってください。はい。はい、本日の駐車料金です。一応普通車料金で3000円。超これレアちゃうんかな。インジミスで2枚あるという、多分レアと思う。で、平面止められる目印として青の紙が貼られてます。開園30分前です。列が増えてますね。時間より早くゲートオープンしました。9時35分ぐらいかな。ただね、まだ来ないんだよね。どこや、あれたち来たよ。え、ここよ。 どこよ。どこなのか分からへんよ。私は体力では。帰りましょうか。帰りましょう。ガソリン、とりあえずガソリンや、ね、一番いつも行ってるガソリンスタンドに行きつけのね。そう、年1回しか行けんけど。いつものエネオスで給油します。他の車さんがおるからどうかな。奥行ける。おはようございます。じゃあ今から海老名サービスエリア出発します。今からね、足柄サービスエリアで、足柄、彩香とさやがずっと言ってた足湯のカフェに行きたいと思います。こっから40分ぐらいかな。行きたかったやんな。行きたかった。拍手出ましたよ。出て、あれひくーちゃんがいて、なんで、ある日くーちゃんが言ってる。よいしょ、富士山見えず。はは、いいじゃん。朝ごはん練乳ちゃん、普通の練乳なの。この量、うん、すごいね。丸ごと。おお、なるほど、美味しそうな。美味しいでしょ。いらない。中は盛りそばの大盛りで、生まはエビとかき揚げの天重そばセット。これ一つさ、400。じゃあパパこれにしよう。なんで私食べる。俺のパパできるのかな、牛丼大盛りで。できるんじゃない？カット。さあ牛丼。波食べる？ちっちゃいのがいい。大盛り。大きいの？普通のいつも食べる大人のサイズ。大盛り。朝から大盛り。大盛り。もうお昼ご飯なんだよなこれね。大盛り。食べていい？いただきます。大盛りゲソさんちゃん。すごい可愛い。大盛り食べそうですか？だーい。食べれんの？食べれる大盛り。食べれるわよ。うん、早くも大盛りやもんな。食べれるよ。だって、ねえやのにさ、大盛り食べる。そば湯。そば湯にはね、ルチンが入ってるのにいっぱいルチンが。ルチンは血液をさらに再現するんですよ。ルチン。えらい詳しいね。血液、血圧も下がるんやで。ここに書いてある。バレたバレたいらんこといいな、あれからこら。さあ、次はどこ行くんですか。これね、エスプレッソ。ああ、
めっちゃ見られてる。めっちゃ見られてる。はい。で、まあガスちょっとコンロもあるんですよ。コンロとか。ああ。それで沸かしちゃう。冷蔵庫とか。なんだ。これ、あ、冷蔵庫もあるんだ。あります。ドッグランある。ちょっと思うんだろうな。40度です。足は40度。いい感じ。あったか。めっちゃあったかい。しかも超ぬるぬる。じゃあ次エスプレッソと、あと足元温泉が気持ちいい。ちゃんと温泉やな。ぬるぬるしててあったかい。うん、この水流気持ちいいね。ずーっと下から回ってます。離乳してきた。どう？なんで？リンゴっぽい。ちょっと黒くすげーパイナップルなんですけど、リンゴっぽい。じゃーん。これを買おう。じゃあこの味にしてほしプレス発情戦、エスプレッソマシンあんのにな、いいよな。購入決定。美味しいよ。いや、すぐやで。なんかあんまり慌ててないで。で、行くで。はい、足柄サービスエリア出て3時間運転してけ、今刈谷です。ちょっと休憩します。ちなみにね、彼女たちは爆睡してましたね。パパは一人で運転してました。何が楽しかった？昨日、うん、アリエルのやつ。アリエルのやつ。エリア。アリエルエリア。なんかアリエルって人生好きだやけど、アリエルのさ、ほらバランス近づいてきた。ジェットコースターね。オアシスファーム。いいね。愛知牧場。まあ、そう。ああ、愛知やん。愛牧やで。思った。愛牧兄さんが行ったな。うん。まあ俺が近所やったからな、すんねんね。リンゴ安い。まあ、知らなすぎてやん。しかもここにしようか。まあ、行こうかな。ちょっと大きい薪の強いやつで。高浜で B1 グランプリだって。やばい、そんなかないちゃうな。食べへんかな。子供たちは食べないの。
べたかったけどな。いいの？ああ、いいよ。じゃあ買おう。それ、豆乳作るの？豆乳作るの？湯葉が、湯葉作り。湯葉すんの？今、50円か。オッケー。私、リュックだったら。じゃあ、次行くで。った足湯が入るわ。楽しかったけど、カフェさんは言ってたあやか飽きたよ。え、さあカフェと思ってたカフェ、え、カフェ、カフェ、足湯パフェやと思っててんな。あやかは足カフェやったら行きたくなかったやっとして。え、カフェやったらあんまりやった。カフェ食べたかった。2年間も待ってそれですか。足湯がしたかったんじゃないの。カフェしたカフェがしたかったの。足湯でカフェが食べたかったのね。残念すぎるそれは。じゃあいつ出てくるって感じだった。帰るときに。もう2年間ずっと宇宙行ったけやと思ったけど、足湯がしたんやと思ってた。そう、もう2年前からずっと作ったけやと思ってたのに、やっと行けると思ったのに。違う違う違うんか。時間がね、まずね、2時間のあやかは足湯だけ入りたかった。あやかそんなに。いやいやいや、だってもうそろそろパパ帰ってきたら帰るよって言った瞬間に、え、カフェはって言い出して。言ってないし。言ってないし言ってない。え、何の話って言って、でここはドリンクだけだよって言って。言ってないし。うそやん。ねえ、そっか、2年越しの楽しみが勘違いか。言うほど足湯に入らんなと思ったでしょ。うん、確かに足湯に行きたいと思ってた俺。ことでした。